こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は小麦粉も卵もバターも使わず、しかも発酵なし、こねる必要もなし、さらにフライパンで作れてとても簡単な、私がお気に入りの体に嬉しいレシピ、山芋のフォカッチャをご紹介します。山芋で作ると消化も良く、滋養作用で元気も出たり、嬉しいことづくめです。今回はウェルネスキッチンオリジナルの新商品、美味しくて体に嬉しい米粉、リッチブレンドのご紹介もさせていただきます。ぜひ最後までご覧になってください。山芋のフォカッチャ、材料はこちらです。山芋です。山芋って総称で長芋、大和芋、自然薯などいろいろあります。今回はもっちり感を出したいので、粘りの強い大和芋を使います。山芋は山のうなぎと異名を持つほど栄養が豊富で、胃腸の調子を整える、消化を助けて疲労回復させる働きがあります。 DHEA というアンチエイジングホルモンを増やすと言われるジオスゲニンが含まれるのも嬉しい食材です。生のまま食べることができるのは消化酵素が多く含んでいるためで、澱粉を分解するアミラーゼが含まれます。ご飯にとろろをかけるのも消化を助ける食べ方ということですよね。糖質の代謝に必要なビタミン B 群も含まれるので、今回のパンのような主食に使うのはとても良い相性なんです。そしてつなぎの米粉です。こちらの米粉は発芽玄米と3種の古代米をブレンドした体に優しい米粉です。お米が本来持っているいろいろな栄養素が含まれ、味わいも豊かな米粉があったらいいなということで、ついに開発させていただきました。普通の米粉と同じように使えますが、精白した米粉にはない食物繊維やギャバ、抗酸化物質が含まれています。こちら詳細は概要欄の方に記載しておきますので、ぜひご覧になってください。その他、お砂糖、お塩、ベーキングパウダー、オリーブオイルです。まず山芋をすりおろしていきます。皮を剥いて、で一部皮を残しておくとすりやすいです。結構ツルツル滑りますのでね、山芋は持ち手を残すような感じで皮を剥きます。山芋をすりおろしていくんですけれども、目が細かい方がキメが細かくなりますので、おろし金の目が選べるようであれば細かくおろせる方を選んでください。そして測りながらおろしていくと計量が簡単です。山芋の方すりおろしました。そこに米粉を加えていきます。ちょうど山芋の重量に対して米粉が半量ぐらいの割合になっています。お砂糖です。今回は甜菜糖を使っています。お好みのものをお使いください。ベーキングパウダーです。オリーブオイルです。お塩一つまみ程度です。あとはよく混ぜていくんですけれども、この水分だとしっかり混ざらないので、お水を様子を見ながら加えていきます。お芋の種類によって水分量変わってきますので、今回大和芋なのでね、結構粘りが強く水分少なめで、ギュッとした感じの濃縮感がありますので、お水をあらかじめ加えておきます。長芋なんかはね、お水の量を少し減らしてください。今回は大さじ2杯加えます。長芋の場合はもしかしてお水を入れなくても済むかもしれません。ちょっと様子を見ながら水分量調節してみてください。まだお水入りそうですね、はい、大さじ3杯今お水が入りました。もともと山芋がすごく粘りがあるので、もう混ぜる前からね、もうパンのような生地になってしまうんですよね。これはね、こねるというよりは材料を均等に混ぜるという作業になります。今回使ってる米粉は発芽玄米とか黒米、赤米、緑米などの少し色のついたお米が混ざっていますので、ちょっと仕上がりがね、少し色づいています。もう気持ちお水を入れておきます。
こればかりはね、お水の量というのはこのお芋の様子によってね調節するしかないので、今回ね今大さじ4近く入ってますけれども、慌ててお水いきなり入れないで様子を見ながら加えてってください。仕上がりの状態を目安にしていただきたいと思います。もうこの粘りはね本当に山芋の粘りなんですよ。しかもねこの山芋の粘りっていうのは体にいい成分なのでとても嬉しいですよね。グルテンで粘ってると思うとちょっとね小麦粉控えようかなと思いますけれども、本当に体にいい成分だけだと思うととても嬉しいパンになります。結構ね試作で作った時よりやっぱりお芋の個体差によってねだいぶ水分量の誤差が出てきますので、様子見ながらねお水加えていった方がいいですね。ちょっと状態を見てください。今回ねお水が大さじ4杯半ぐらい入ったんですけれども、ゆっくりとゴムベラからこう落ちていく、滑り落ちていくような感じですね。はい、こんな硬さを目安に混ぜてみてください。今回フライパンで蒸していきますので、耐熱皿などをご用意ください。はい、そしてくっつきやすいのでオリーブオイルちょっと多めに入れて全体に伸ばしておきます。はい、少しね手にもこうなじませておくとね生地がつきにくくてやりやすいと思います。この生地はフライパンで焼いちゃうこともできるんですけれども、今回は蒸すような感じでね、仕上げてみたいと思います。はい。で、ちょっとこのオリーブオイル余っている部分をね、少しこう上にもペタペタペタっと、こんな感じで少しつけてください。もう、もっちもちの生地ですよね、すでにね。で、最後にですね、少し粗塩などを上からパラパラパラっと振っておきます。はい。これで準備は完了です。ちょっとねお皿に対して少し大きめの余裕のあるサイズのフライパンに移します。そしてお水を脇に少し注いでおきます。フライパンの底から1センチぐらいですかね、火を中火にかけて蓋をしてこのまま蒸していきます。10分ぐらい目安に加熱してみたいと思います。途中でちょっとフライパンの様子見てください。もしお水が少なくなっていたらお水さしてくださいね。体拭きしないように注意してください。蒸し器を使っていただいても結構です。はい、10分ほど経ちましたので中を見てみたいと思います。はい、こんな感じでふんわりしてますね。竹串でちょっと中心を刺してみます。生地がねもうついてこないので大丈夫そうですね。はい、火を止めます。はい、キッチンペーパーをね乗せておくとくっつきにくくていいと思います。ちょっと熱いのでね気をつけてください。はい、外しやすいように小さめのヘラなどで少しこう隙間をね作っておくといいと思います。ちょっと熱いんですけれどもね中をちぎってみたいと思います。こちらもちもちに蒸し上がっています。出来たての山芋フォカッチャ、ちょっとお味をお伝えしたいと思います。立ったままで失礼いたします。もう本当にねふっかふかもちもちなんですよね。これオリーブオイルつけていただいても最高だと思います。まずはこのままでお味見したいと思います。もうね山芋がそのままパンになったというそんなイメージですね。ほんのり香る山芋の味わいと、そして米粉が今回すごく滋味深い味わいがありますので、すごくね優しい感じの味わいに仕上がっています。今回使ったこちらの米粉は3種の古代米と発芽玄米がブレンドされているリッチブレンドというものなんですけれども、普通にお料理に使ったり小麦粉の代わりにいろいろお料理に使ったり普通の米粉と同じように活用できますので、ぜひ気になる方概要欄の方に詳細書いておきますのでご覧になってみてください。もう本当にもちもちの
山芋の粘りがそのままパンになったような感じなんですけれども、蜂蜜やジャムなんかと合わせてもいいし、オリーブオイルとか、あとチーズなんかと一緒に召し上がっていただいても最高だと思います。体に優しい材料で作った山芋フォカッチャ、ぜひお食事パンとしてお楽しみください。今回は疲れを取るのにも役立つ山芋のパワーをそのまま楽しめるもちもちフォカッチャをご紹介しました。グルテンを気にされている方はもちろん、少し小麦粉製品を控えたいなという方にもおすすめです。こねたり発酵したりする時間もありませんので、とっても簡単です。ぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。